それではですね、なぜ、こんだけ宇野先生は長いこと続いているのかということでいろいろ追ってってますけども、今日はですね、この東京大学の先端科学技術研究センター、池内、これめぐむじゃないです、男の人だからね、で小泉悠が中心となったウクライナ問題関連プロジェクトに7億5000万の補助金が出たと。いうことで、ね、結構これがね、ツイッター界隈で、ね、X 界隈ですか、話題になっていると、ね、こんだけの補助金が大量に出るのかなということで、まあ、どんな研究所なんか、そして何が起こったのかというのを見てたら、こういう、ね、記事がありまして、外務省の補助金を東大先端研が独り占めと。不透明な選考プロセスと使用用途ということで書かれている記事があって、ここでですね7億今年度ね、から3年ですかね7億5000万の大口支援を総取りし他大学などに衝撃を与えたと。で本来この外務省の支援金っていうのは日本国際問題研究会、こっちですね、この日本国際問題研究会この理事、笹江健一郎っていう理事が、これも東大卒の理事なんですけどね、ここが取ってあと分配するというような、ね、形になってたんやけど、今回はこのね池内なんていうのかな、これちょっとね、池内めぐむじゃないんです、男ですからね、で小泉悠らの中心になって、このウクライナ問題の関連プロジェクトが、ね、7億5000万を総取りしたと。で、こっちのね、この笹江健一郎、こちらのその、ね、利益を持ってこれなかったグループですよね、には批判が出てると、ね、トリクルダウンがもらえなかったという学者。で、ここのグループね、こちらのグループに入ってるのが、こういう感じのグループの人、ここに小谷ね、ウクライナ問題で入ってるけど、これでは、まあ、力が弱かった、あとは高齢で、ウクライナ問題をね、どう考えたかあんまり発信力がなかったんでしょうね。ここでずっと見ていくと名前で発信力があったのはこの小谷と、それから鈴木和人、それからまあ、広瀬陽子ぐらいでしたね。あとは、まあ、それほど発信力がなかったと。ね、それに関して、こちら、ね、その、あ、これ、サトシですね。サトシ池内って書いてますね。池内サトシ、ね、小泉悠。ね、ここはアトランティックカウンセル関係。これは後で言いますけどね、こういうのとか、あるいは、ここら辺ではね、結構ね、プロジェクトメンバーとしてこう寄せてきたのが、この川島誠とか、あるいはね、この結構ね、若手をね、寄せてきて、向こうとちょっと メンバーとしては年代層が違うね、ここ言わずと知れた、ネットのおもちゃの東野敦子をね、そしてこっちもね、広瀬は入って、てるんですよね。まあ、あちこちトリクルダウンを期待してというような形で、ね、入って、こういうメンバーが入って、ここにお手盛り会計、これ、広瀬の、まあ、広瀬じゃなしに、この大学的東野の、旦那ですよね、旦那で、この鈴木とこっちにも、ね、小谷とかね、こっちにも入ってるという形で、金の匂いのするところにはこういうことで、集まると、いうか、飯塚恵子っていうのはそうですね、読売の研究員ね、ここら辺ね、キャスターとして出てますよね、深層ニュースかなんかにね、こういうのも入ってるということですよね。だからまあ、ここら辺で統一されたプロパガンダね、長谷川とかね、山添ね、意思統一されたプロパガンダが形成されるというような感じになってるみたいですね。まあ、そういうね、学者グループがあって、今回はこのね、少し高齢グループから若手グループにね、
金の流れが変わったというような感じなんですよね。で7億5000万総取りしたと。で、ここのね、仲良しクラブのね、総取りということで、これの、ね、ウクライナ問題に関するメンバーっていうのも言わずとしていたこの小泉とか、大串ね、ここもまあ後で貼っときますけども非常に、学歴論だ、独協から、ね、慶応義塾ということで、今回は東大閥を期待したというような感じですよね。あと五六強しね、ここら辺もね、准教授になって、論告交渉というような形ね、それから田中、なんていうもんかな、これはタクマかな、これもね、学歴論だ、外語大学から東大の院にして学歴論だをしたやつですよね。それから長谷川とか、まあこれね、あと服部論卓、これもねサハリン2の権益を持ってたとか、三井物産なんかが協力して1、2のね権益を持ってて、ロシアのねのユーラシア研究センターの所長やったんですけどね、これはもう転校しちゃってサハリン権益を持ってた、そこから離れて、今度はロシアリスに変わったと。ノルドストロームの爆破なんかもうこれはロシアだとメディアで公言してたような感じでね、それから浜ゆうね、ゆき子、これは津田塾卒という形でね、広瀬、慶応卒の広瀬が入ってなかった、それからこれは言わずと知れた山添、ね、防衛県で、防衛の省の懲役重視ということで、ロスフォビアをね、世間にね、宣伝して、そして防衛予算を増やすと。それから東野篤子というようなメンバーがこのウクライナ問題の研究会、ということで、こういうメンバーが集まってこれからプロパガンダをしましょうというような感じになって、ここでねこの池内が、なぜねこの支えから、こういう補助金をね、取れたのか、まあ世代交代というのもあるんですけど、外務省の補助金を取れたのかということですよね。これってね、ここをまあこれも面白いからまた見といてくださいね。今バトルが起こってるっていうか、またね飯島あかりとね、この池内聡がねバトルを起こしてるという形になりますけど、この池内っていうのも、基本的にはね、この中等学者なんやけども、かなりねバト、その特攻隊関係っていうかね、武闘派関係でね、まあ、これ2019年ですけどね、学者の集まりの中で唾を吐かれた学者がいるとの告発、周囲の目撃者は証言を拒否、君には生涯があるから穏便に座らせたいということで、なんか、学会関係で罵倒されて、それをね、恨みに思って、こういうね、形でツイッターに書き込むような感じですね、実名で書き込むということで、ね、で、まあ、世代交代をね、着々と狙ってたね、傍観した東大教授たちを含め、デスノートにつけてあります。地獄の底まで追い詰めますというようなことを、臆面もなく書くということで、今回ね、多分それを奮発して、この人も東大出身なんですけどね、元外務省なんやけど、本来はこの外務省予算からこっちに取れたんやけども、頑張って、こいつが予算を取ってきて総取りをして、こっちのグループに分配したというような感じで、今ね、ここお仲良しグループに逃げる利益配分のようなある某シンクタンク関係者っていうのは多分こちらですよね、この日本国際問題研究者から取られたというような形で、今このねトリクルダウン、この利益の方をね取り方ということで分配、今までの
この、ね、東大グループからこちらへ分取ってきたということで、彼はね、もう鼻高々やと思いますね、サトシはね。でもね、この、ね、利益配分って、基本的にはね、この横領疑惑があったりで、特にね、この 7億5000万がね、どこに使われてるかってなかなか分からへんのよ。仲良しグループのまま、ヤクザのね、分配金みたいな形でね、だからあまり意味のないトルコでの公開シンポジウム開催にスタッフを総動員する、ね、無駄な予算を使ってるんじゃないかということです、ね、そしてここまでの武闘派なんやけども、そうここまでね書いてるね、これデスノートにつけるよっていうまで、書いてるようなね、これもまた貼っときますけど、面白い、ね、キャラクターをしているこの池内聡ですけども、ここをね、今はこの飯島あかりとね、大戦争をしてるとね、アカデミア連合とネトイオ連合、まあどっちも大して形はね、目くそ鼻くそね、こういう社会学者っていうのは基本的にね、現実に基づかず自分たちのイデオロギーで、好きなね言説を取ってきて、自分たちのイデオロギーに合わせたね、宣伝をするだけの学者なんでね、まあ基本的に、私のねこの一番最初のプロフィールに書いてますけどね、社会学者っていうのは、まあこのね 脳内変換でね、自分たちの言説に合わせて、特にこの上野千鶴子なんかってね、これ見ていただいたらいいんやけどね、上野千鶴子ね、だから戦略的に動きますよ。私は経験科学の研究者では嘘はつかないけども、本当のことを言わないこともある。ね、つまりデータを出さないこと、もちろんですと、ね、社会運動家としては正しい選択。だから、ね、極端な嘘はつかないけども、不利なデータは出さない、ね。本当のことを言わない。こういうのが社会学者としてまかりとって、こいつも東大でしたよね、上野千鶴子もね、だからそういう、ね、こちらの、ね、研究所と目くそ鼻くその戦いなんやけど、本当にね今のこのウクライナとロシアのね、情報っていうのが、ウクライナのね戦争プロパガンダになってないか、ね、ネオコンの戦争プロパガンダになってないか、一方的な情報ではないかということはね、本当にこの社会学者が発するような情報、それもね、政府関係のお墨付きのね、トリクルダウンを持って、このね、今回は総取りしたというような、このね、情報が、本当に信頼できるのかということですね、彼らの発する情報、ウクライナ情報、ね、ロシア情報が信頼できるのかということで、ちょっとね、後ろで見てね、見ておくと、この池内聡ね、時代錯誤のレッドパーチと学者集団の大いなる矛盾ということでね、まあ、今までの高齢の学者っていうのは左派勢力があって、ね、そういうおためごかしの、反軍思想、ね、そしてマルクス首相が強情的やったと、ね、だからイデオロギーに、ね、縛られてたんやと。で、我々はそうではないということでね、この学術会議に対してね、この池内聡はね非常に、批判的やったんですよね。で、学術会議っていうのは、学者の組合であって、この組合が、雇用労働や労働条件の権利に合わないような、ね、形で政府の要求を突きつけるためのね、政治結社であったと。な、政府にね、物申すんやけど、それは自分たちの、ね、組合士として学者としてのね、物申す機関やったというけど、ね、今度は、ね、こいつがね、今度は政府のトリクルダウン、ね、の補助金行政で、ね、潤して自分たちの子分に分配してると。こういうような構図が、ね、見えてきますから、彼が今後ね、この池内聡が一体どういう行動を取るのか、ね、
イスラム、ロシア、イスラム、それから、ウクライナの問題に対して、国民に対して、本当にね、真実のことをね、言うのかどうか、本当のことを言わない、社会学者がね、社会活動家として、運動してないかが、彼が批判してた、社会活動家として、運動してないかっていうのは、見ていかなあかんと思うんですよね。で、ここでね、彼っていうのは、これが、ウクライナ危機という形で言説、ね、これ2000年ちょっと始まった時ですね、2022年4月の6日ということでね、またこれも貼っておきますから見ていただいたらええけど、ここではね、ロシアのウクライナの侵攻については、国連のロシア非難決議に賛成しなかった国が52カ国あるということも見え、見逃せませんと。中国の立場は比較的よく知られているけども、なぜ、南アジア、中東、アフリカの諸国が決議案に賛成しなかったのか、そこも、考えていかなあかんと。世界の秩序と平和維持を考えるには、今回ね、欧米以外の各世界各地の、状況っていうのを丁寧に調査し把握していく必要があるでしょうと、これがね、バランスの取れた道筋ということで、彼が侵攻直後には言ってた、そういう侵攻直後に言ってた段階で、今回ね、この、ウクライナ問題の関連プロジェクトにね、ここ外務省から7億5000万のお金が流れて、彼のね、この仲良しグループの建設がどうなるか、小泉、それからこの辺ではね、この田中、それから山口、この辺の建設も気をつけて見ていかなあかんのやけども、それとか、ここですよね、東野、広瀬、この辺が仲良しグループのトリクルダウン、この7億5000万のトリクルダウンを期待して、どういう言説になるのか、この山添、西山、東野、山口、浜由紀子、服部、それから長谷川、田中、五六、大津、小泉優、彼らがこの宮内聡がいう形でバランスの取れた今回をウクライナロシアの問題をバランスの取れたように評論できるのかどうか、非常に見ものやと思いますね。7億5000万の、国からのトリクルダウンが来て、それでね、牙を抜かれた。今まではね、結構いろんな形で反抗してた、デスノートにつけるまで反抗してたというような形の池内が、どこまでね、牙を抜かれた、状態のプロパガンダ、政府プロパガンダを発するのかっていうのは、よくよくね、見てた方がいいということです。社会学者っていうのは基本的にはお手盛り、のデータで、お手盛りに、その社会を、自分の思う通りに変えていく社会運動家ですからね、で彼ら宮内も今まではそういう採掘所反軍思想があったんやと、それを変えていきたいっていうような大きな野望を持ってエビデンスに基づいた、バランスの取れた、評論をしたいんやと言いながら、この7億5000万の政府からの懐柔機で、彼らがどんな言説をするのか、こういう彼らがどんな言説をするのか見ていてほしいし、またそういう言説っていうのは基本的にはお手盛りの政府のお手盛りの言説資金やから、どういう形で使われるのか、
今までのもうね、こういう国際問題、研究会、ね、から、ね、今度はこちらに世代交代して、ね、言説が変わるのか、ね、仲良しグループの利益配分のような某シンクタンク関係者ね、こちら悔しいんでしょうね、そういう話になってるということで、もうこのね、お手盛りが佐々木健一郎から宮内に変わったけども、宮内はそのお手盛り、外務省のお手盛りで、どこまでね、彼の言説でウクライナの状態を正しく国民に伝えられているのかっていうのはこれから楽しみで、ね、彼、宮内は、ネットもやってるみたいなんですよね。だから僕もフォローしときますけども、まあいろいろね、こういうのをフォローするとすぐね、ブロックされちゃうんやけども、まあ彼もネットをやってるみたいなので、まあ、今ちょっとフォローしときましょうかね。ね、こういう彼をね、ぜひね、これから生温かく見守っていただいたら面白い。まあネットのおもちゃにならないようにね、東野みたいなネットのおもちゃにならないような形か、あるいはもう、ね、すっごいネットのおもちゃになるか、生温かく見守ってください。まあ、ちなみに東野もね、飯山あかりもね、どちらも僕はブロックされてます。